暮れ母さんが茶の目でお迎え嬉しいな。ピッチピッチチャップチャップランランラン。かけましょカバンを母さんの後からゆこゆこ鐘が鳴る。ピッチピッチチャップチャップランランラン。アメリカにいたから日本の童謡って全然馴染みがないんだよね。だから藤先輩に教えてもらったんだけど、童謡って実は歌詞の内容が怖いものが多いらしくて、雨降りにまつわる話もあったんだ。例えば歌詞の3番、この歌の中に出てくる子供ってすでにこの世にいないんでしょ。でも柳の下で待ってるんでしょ、お母さんを。でこのまま4番5番を歌うと、いやこの先は教えないよ。藤先輩、俺がこの歌を歌うって知ったら突然、実はねって話し始めたんだ。わざと俺を怖がらせるために言ったとしか思えないよね。まあこの程度で怖がってるんだとしたらまだまだだね。この俺様に童謡を歌わせるとはなかなかいい趣味してるじゃねえか。悪いが雨の中ピチピチチャプチャプ遊んだ記憶はねえよ。俺様の場合、自分で傘を差したことも、母親が傘持って迎えに来たこともねえからな。だが、経験もないのに気持ちを込めて歌うなんて、そんな中途半端なことは、俺様にはできねえ。そこでだ。俺様自ら、雨の中でピチピチチャプチャプやってみた。雨を降らせるのに、かなり大掛かりな舞台も準備した。歌詞に登場する人物や大道具には、カバジ含めて数人選ばせてもらった。やってみると、案外楽しいじゃねえか。だが、傘一本じゃ濡れちまう。やっぱり、雨が降ったら、車でお迎えでいいんじゃねえか？あん？